皆さんこんばんは。本日も見える旅チャンネルへようこそ。ただいまですね、参拝時間が終わりました。伊勢神宮内宮の宇治橋前に来ております。今回はですね、この伊勢神宮、内宮と、下宮ですね、電車で来た場合のアクセス方法、見える旅チャンネルがねちょっと徒歩で、道順を説明し、今回ねアクセス動画を作りましたので皆さんにご紹介をしたいと思います。それでは本日も見える旅チャンネルスタートです。場面が変わりまして、伊勢市駅の5番乗り場です。電車でね来られるという方、まずねここからスタートするという方多いと思います。このね5番乗り場に降り立ちまして、まず向かうのは伊勢神宮下宮、JR 側出口を目指しましょう。こちらにはですね改札がありますが、この改札を通ってはいけません。伊勢神宮の出口ではありませんとね書かれています。こちらは近鉄の改札となりますので、皆さんここでは降りないように、こちらねでっかく書いてあります。伊勢神宮へは JR 改札へと、こちら側で皆さん降りないように。このね階段左側にはエレベーターがあります。こちらを上がっていき JR 側へ向かいます。連絡橋をですねひたすら歩きますと、最後ですねこちらになりまして、出口と書かれた方向に降りたいと思います。こちらは JR 東海の1番乗り場、松阪名古屋方面のホームです。そうするとですね伊勢市駅のメイン出口、JR 側の改札口が見えてまいります。こちら東海の改札ですが、近鉄の切符も入りますのでそのまま入れてください。ちなみに特急券だけの紙は入りませんので皆さんご注意を。改札を出ますとすぐ目の前に伊勢神宮下宮まっすぐという文字、ここから一本道となります。迷われる方はおそらくいません。ちなみに JR でねお越しの方もこの伊勢市駅で降りてここから出る形となります。下宮参道ですね、伊勢市駅前からまっすぐに伸びており、そのままね正面に向かって歩いていってください。どこも曲がらずすぐですね下宮にたどり着きます。ということで下宮前に到着。駅前からだとねもうほとんど徒歩5分もかからないぐらいの距離で来ることができます。はい、ということで伊勢神宮、下宮に到着しました。ここはですね皆さんもね徒歩で行っていいかと思います。下宮参道にねいろんなお店もありますのでね、そういったところも楽しみながらこの下宮まで来るのがいいかと思います。はい、続いて場面変わりまして近鉄の宇治山田駅です。こちらの宇治山田駅からね、下宮への徒歩順もねご紹介したいと思います。この駅からはですねちょっと一本道では行けませんので、少々ね曲がる必要がありますので、アクセス紹介したいと思います。またねこの駅舎を見てね、下宮に行きたいという方もねいらっしゃると思いますので、この宇治山田駅から下宮まで徒歩で行ってみたいと思います。まず宇治山田駅改札を出ましてね外に出るとこういう風景が広がっております。目の前にはシンフォニアテクノロジー、そして右側にはですねトヨタのレンタカーがありますが、そちらには行かず左側にねバス停がありますので、こちらの方向に進んでください。そしてここからもまっすぐと進んでいきます。こちらにね下宮 800m 左とありますので、こちらに行きましょう。この信号をね渡ります。今赤なんですけど青になりましたら行きましょう。先ほどの信号を渡りましてね少々歩きますと、こちらにですね以前はファミリーマートがあったんですけど、このような空き地があります。そしてねこの部分にも交差点があるんですけど、この交差点をですね先ほどね黒い車が行った英数と書いてある方向に向かいます。
信号を渡りまして、この道をね、まっすぐ歩いていきます。こちらにはですね、伊勢うどんで有名な、ね、千歳さんもあります。まっすぐ歩いてきましてね、こちらが最初に来る信号となります。このね、オレンジの看板と、こちらにはですね、伊勢市の商工会議所がありまして、この信号もまっすぐね、進んでいきます。信号を過ぎると左手には伊勢市の市役所が見えてきます。ずっとまっすぐね歩いてきまして、こちら見覚えのある景色です。ここで下空参道と合流します。こちらを左に行けば伊勢神宮下空に到着です。宇治山田駅からね歩いてきましたが、だいたい10分ぐらいでしょうかね。10分弱か、まあ10分少々見ていただいたらいいかなと思います。宇治山田駅から来るとこのね道から来ることになり、下空参道こちらまっすぐですね、こちらが伊勢市駅への方面となります。ちゃんと案内板もありました。伊勢市 350m、 宇治山田 800m です。それでは内宮へ向かいたいと思います。一般の方にはね三重交通バスをおすすめしたいと思います。下空前から内宮前まで470円です。ちなみにですね皆さん、1個前の神宮会館前だと390円でちょっと節約できます。なんですけど、見える旅歩くの大好き人間なのでバスには乗らず、このままね歩いて内宮まで向かいたいと思います。先ほどね案内板に書いてあったんですけど 3.8 キロですね。だいたい徒歩でねもう1時間弱ぐらいかかります。私はねこのまま歩いて向かいますが、これ一般の方にはですね絶対におすすめはしたくないですね。もう夏場なんかでしたらね、もう汗だくレベルじゃないぐらいのね汗が出てきます。道なりにね歩いていくだけなのでそんなにね複雑ではないんですけど、この道ですねなかなかアップダウンも激しいのでね、一般の方には絶対におすすめはしません。内宮まで4キロと出ています。こちらの県道32号伊勢磯部線をねひたすらまっすぐ歩いていきます。内宮まで 3.4 キロ、ところどころにね伊勢市の観光案内図があります。左側は伊勢市の明林小学校です。庁舎前のねバス停までやってまいりました。こちらが伊勢市の庁舎となります。内宮まではまだあります。この辺りもねちょっと歩道が狭くなっております。そんなこんなですね、ひたすらに歩いておりますと緑のね看板が見えてまいりました。こちらはですね伊勢自動車道の伊勢西インターでございます。こちらのインターはですねハーフインターとなっておりまして、ここからですね鳥羽方面に向かうことはできません。こちらにもね観光案内図、ちょうどねここで下空と内空のね中間地点といったところでしょうか。ここねインターチェンジの交差点となります。それではね内宮に向けてまだまだ歩きますよ。そしてこの辺りからですねアップダウン激しくなっていきます。頂上付近まで来ると、ホンダカーズの店舗とファミリーマートが見えてきます。この辺りがねちょうどてっぺんぐらいになりまして、ここからねだんだんと急降下していきます。この付近もですね相変わらず歩道がかなり細くなっていまして、そしてね、車の交通量がね非常に多い道路となっております。だいぶ歩いてきまして、だんだんとね伊勢神宮内宮がね近づいてくるのが感じられます。皆さんお分かりでしょうか。そして猿田彦神社が見えてまいりました。こちらがね見えてくると内宮ももうすぐです。そして宇治浦田町の交差点までやってまいりました。ここまで来るとですね皆さんもああここかと思う方多いんじゃないでしょうか。
今回はですね、せっかくですので、おかげ横丁を経由していきたいと思います。最速で内宮に行きたい方は、このまままっすぐ行っていただけると、最速で内宮方面に行くことができますが、せっかくですのでね、おかげ横丁をやっぱり皆さん通っていきたいと思いませんか？なのでね、こちら見える旅はですね、あえてちょっと遠回りなんですけど、おかげ横丁を経由していきます。こちらがね、内宮前とは違うバス停なんですが、浦田町のバス停でね、ちょっとターミナルっぽくなっておりまして、ここにもねバスが止まっております。もうですね、皆さん大体ね、お分かりかと思います。このままね、まっすぐ内宮方面へ歩いていきます。こちらには五十鈴川郵便局、これね、右側から書かれた文字もですね、なかなか素敵です。三重県を代表する銀行の105銀行、こんな感じの建物になっております。おかげ横丁をひたすらにね、まっすぐ歩いてまいりますと、ついに見えてまいりました。皆さんもね、ご存知の方多いと思います。伊勢神宮内宮のね、宇治橋前となります。もうですね、いつ見てもですね、圧巻と言いましょうか、このね、宇治橋を渡るとね、なんだか空気が変わると言いましょうか、本当にね、そんな感じがするんですよ。こちらはね、内宮の宇治橋を渡ってちょっと行ったところなんですけど、皆さんもね、ぜひ行っていただいて、体感していただきたいと思います。ということでね、内宮も無事参拝し終えまして、ここからですね、近鉄の駅にどうやって戻ろうかなと思っておったんですけれども、こちらもね、見える旅チャンネル徒歩で行きたいと思います。ここから向かう駅は五十鈴川内宮前駅です。こちらはね、ちょっと道路オタク系なんですけど、23号線の終点がこの内宮前となっております。三重県のね、主要国道となります。ちなみにね、ここから私五十鈴川駅まで歩いていきますが、こちらもですね、実際は2キロぐらいで離れていまして、徒歩でね、30分少々かかりますので、皆さんはね、こちらバスに乗っていただくのがいいかなと思います。徒歩30分って言ったら、夏場でしたらもう汗だくでございます。こちらにはバスの運賃も書かれています。内宮前から五十鈴川駅までは260円、宇治山田駅伊勢市駅までは470円となります。ちょうど歩き始めましたら、連接バスの新トライナー、めちゃくちゃ長いですね。このバスはですね、どうやら特急という運用のバスで運転されているようです。ご覧のようにですね、伊勢市駅前、下空前、五十鈴川駅前、内宮前ということで、このバスですね、宇治山田駅には行きませんので注意が必要です。あの新トライナーなんですけど、これはね、ちょっと個人の見解なんですが、おそらくですね、宇治山田駅のあの瑞穂銀行のところのね、交差点をね、あの長さだと曲がれないんじゃないかなっていうのが個人的な見解で、なのでね、アドバスは宇治山田駅に行くことができないっていうね、おそらくで、ね、そうだと思うんですけどね、あんだけ長いとね、あの狭い交差点をちょっと曲がるのはなかなかしんどそうです。こちらをまっすぐ行くと、おかげ横丁に戻れます。
こちらですね、下空前でも紹介した神宮会館前のバス停です。内宮のね、一つ手前のバス停となりですね、皆さんここから乗るとですね、ちょっとバス代を節約できます。どの駅に行くのでもね、ここから乗ると少し料金が安くなります。見てください、反対側の車線にはですね、お客様がね、少々並んでおります。再び宇治浦田町の交差点まで戻ってまいりました。こちらの交差点には五十鈴川駅まで徒歩20分の看板があります。それではね、道順もね、ちょっと案内していきたいと思いますが、そんなにね、複雑ではありません。こちらの宇治浦田町の交差点のこの左側のね、歩道を、ひたすらにね、まっすぐ歩いていきます。しばらくするとね、こちらの案内板が見えてきまして、23号線の津松阪方面ではなくですね、こちら県道12号線の伊勢市街の方向へ進みます。こちらが分岐の交差点となりますが、徒歩の場合はですね、そのまままっすぐ歩いていけばいいだけです。画面ね、正面が国道23号方面で、こちらはですね、伊勢市の市街地をね、結構迂回していくような形で、松阪と津方面に向かいます。交差点を過ぎてすぐですね、案内板が出てきまして、五十鈴川駅まで 0.9 キロ、もうすぐです。まあ、歩いているとですね、バスにああやって抜かれていくわけなんですけどもね、紅葉がね、綺麗にね、なっていまして、またね、これはこれでいい歩きの旅でしょう。続いてもね、看板が出てきまして、伊勢津川駅まで徒歩8分の看板がありますが、ここまで来るとですね、もう徒歩8分かかるんかなというぐらいの感じなんですが、ちょっと測ってはないのでね、何とも言えませんが、もうすぐです。そんなこんな語りながらね、歩いておりましたが、見えてまいりました近鉄のね、線路でございます。とまあですね、ちょうどね、大阪難波駅特急の島風が通過していくというナイスタイミングといってもね、皆さんちょっと1分だけ待ちました、正直なところ言いますと。伊勢津川駅はですね、もう目と鼻の先です。こちらをですね、左に曲がりましょう。ここですね、車は入っていけませんが、徒歩だとね、行くことができます。そしてね、見えてまいりましたね、近鉄の電車も止まっております。こちらは伊勢津川発の名古屋行き急行です。見覚えのある駅舎がね、見えてまいりました。ということで、内宮前からですね、伊勢津川駅まで歩いてまいりましたが、所要時間はですね、30分と少々かかりましたね。自分で撮影しながら歩いておりましたので35分ぐらいかかりました。といってもですね、徒歩はおすすめはいたしません、バスを利用するのが便利かなと思う距離感です。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。伊勢市駅宇治山田駅から下空、そして内宮、そして五十鈴川駅の徒歩動画、皆さんいかがだったでしょうか。
基本的にはですねバス移動をおすすめしますが、私みたいにですね歩くのが好きという方にはですね、ちょっとねやってみたらいかがでしょうかと伝えておきたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。